久保さん。久保さん。まあ、確かに登らないと、登らないと分かんないですよね。確かに登らないと分からないんですけど、登る前も分かりますよね。登る前。あ、山だな、みたいなね。山だな、みたいな。だから登る前、みんな、登る前すらみんな見てないんじゃないですかね、久保さん。ね。うーん、多分、まあ、 なんか億万長者合宿で久保さんが言ったと、言ったと思うんですよ。なんかで言ってたと思うんですけど、この氷山さんですよね。氷山さんの、あの、見てるところはこ、こ,こだけど、めちゃめちゃでかいみたいな。うん、だからネットビジネスってすげえ華やかに見えると思うんですよ。まあ、僕もそうでしたよ。ひょうさんの一角しか見てないんですよ。うん、だからあの、だから山を登らないと見れないものもあるんだけど、 しっかり山見,見ようぜっていう <laughs>。しっかり山見ようぜっていうとこじゃないですかね。あの、で、その山をしっかり見た上で、まあでもね、まあやってみないとわかんないですからね、その山っつうのは。うん、まあやれって話なんですよ、<laughs> とりあえず <laughs>。まあでもね、ほとんどの人が氷山の一角しか見てないので、うーほんとネットビジネス地味なことしかないですからね。 全く派手ないっすよ。地味なことしかないですからね。だから本当に地味なことをどれだけできるかっていうところが僕15年やった答えなんで、15年やって、見てきて、やってきて出した答えが圧倒的な地味なことをや,やるっていう。これをどれだけ人よりできるかっていうところに僕は落ち着きましたね。うん。地味なことを誰よりもできるっていう。 まあここをやれば勝てるっていうかまあそこしかないなっていううんでもみんなやっぱ氷山の一角しか見てないですからねみんな稼いでるずっと稼ぎ続けてる人は地味なことしかやってないですからね本当にいってらっしゃい